リエモンチャンネル山川先生についてちょっとご紹介させていただきます再生医療関連事業を展開するバイオスタートアップセルドス株式会社の創業者現取締役山川正之先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあれなんですけどもうあのトライアスロン仲間なんですねで古くはあの山川先生の医療法人を買収しに行ったきっかけで もう結構僕ライブドア時代なんで20年近く前ですよね,すよね18年前とか多分それぐらいですよね最初は、はい、全然見た目変わんないですから超アンチエイジングなお方です <laughs> ありがとうございますもう最初でやったのってもう本当20年ぐらい前のあのライブドア事件の前に <laughs> もうあの頃イケイケでいろんな事業を次々、ね、買ってたんですけど、はい、その中にあの医療法人も ライブドア買うっていう話があってその後のちょっと記憶が曖昧になってると思うんですけど僕のクリニックグループじゃなくて別のクリニックグループをあのライブ動画買収してそれの PMI っていうかねその後のマネ,ージ,メマネージメントっていうか運営をやってほしいっていう依頼が最初に来たんですね20年ぐらいその,その時からの、まあ、知り合いでも結構長い付き合いなんですけど <laughs> いやでそうセルソースっていう会社を作られてエクソソームとかの、うん、もう 最先端ですね。はいええ、で今度はあのエクソソームオールインワンジェルっていうのを出す予定で、はい、はい。僕がやってる会社が<う>あのオールインワンジェルを出します。ターゲットが中高年のまあ男性でも女性でもいいんですけど特に男性にあの出そうと思ってるんですね。であのハンドクリームとか化粧水とかやってない人 大実はそういうのやるだけでもアンチエイジングになるんですよ。例えばハンドクリームとか塗ってると手がカサカサしないんですよ。だからやってないじゃないですか、男性は。で、僕はそこにエクソソーム入ってますよって言ってやらせようかなと思ってるんですよ。なるほど。 エクソソームが入ってるって思うとなんかアンチエイジングっぽいなと思ってなんかちょっとモチベーションになるじゃないですか、うん、で多少高くても買うじゃないですか多分、まあ、ちょっとねエクソソーム点滴だと本当半年で60万とかそんな感じになっちゃうんで、うん、まあオールインワンジェルだったらね1ヶ月分1万円とか多分そんな感じでできるんで,で僕多分エクソソームが入ってようが入ってないがもうそういうのをやるだけでアンチエイジングになると思ってるんで 手の保湿とか、あの肌の保湿みたいなものも、も全身塗,塗りたくってもいいんですけど、うん、って思ってたんですよ。<laughs> まあ、オールインワンなんで時短にもなるし。<laughs> そうそうそう。まあ、男性は特にそうなんですけど、<laughs> 時短がすごい大事なんで、いろんなものをやるってめんどくさくて、うん、あの、続かないんで、なんでオールインワンにしたんですけど、まあ、そういうことをやりながら、 こういう,こうエクソソームみたいなものを広めていく。今年でも結構バズワードになっちゃ今エクソソームってことはバズってますね。ねえ、ですよね。医療機関もすごい問い合わせがすごい増えてきて。ええー。まテレビとか、まあ、もちろん、あの、堀江さんがいろいろね、そういう発信されてるもあるけど、なんかカズレーザーとかね。のあ、たり YouTuber とかも結構注目してるんで。はい。はい、結構情報感度高い人たちが取り入れてて結構今。 あの、引き合いが多い言葉があってます、ね。NMN、まあ、とかもそうでしたけどね。NMN、うん、もほとんど僕がなんか飲んでるみたいな。うん、あれは完全にそういうイメージですね。勝手に、<laughs> 勝手に使われてるんですよね、だから。だからなんか NMN エモンとかって検索すると Amazon とかでも上位全部なんか他社の製品みたいなものがわーって出てきて、めっちゃキーワード使ってるじゃん、これ。うん ってなってますねそうですね <laughs> <laughs> だってあれですよねエクソソームとかそういったものにこう注目したきっかけって脂肪吸引なんでしょうねもともと僕あの病気会をね長くしてて、まあ、毎日毎日脂肪吸引すると大量の脂肪が医療廃棄物としてお金払って捨ててもらうんですけどね<で>結構なお金かかりますよねしかも結構かかりますでちょうどあの1999年の作品なんだけど「ファイトクラブ」っていうあの ブラッド・ピットが出てる番組、あの、テレビ、あの、映画があったんですけど、そこで、その映画の中で、あの、ブラッド・ピット、タイラーだったかななんかそういう役だったんだけど、それが、美容外科のクリニックに夜忍び込んで、その脂肪を盗んでですね、石鹸を作る。で、それを、また高級石鹸として売るっていうような、あの、 シーンがあって肌がツヤツヤするみたいなね。めちゃくちゃ売れるんですよね、<う>あれでで。富裕層から取ったあのビバリーヒルズの美容以下の脂肪を今度また富裕層に売りつけるっていうね、<laughs> そ,うそういうあの映画だったんですけど、その時にそれ見た時に。 あれ脂肪これ捨ててるけどお金出してむっちゃくなんか使えるんじゃないかと思って <laughs> まあけん作ろうとは思わなかったですけどなんかこの脂肪をなんか活用できることないんかなっていうのをずっと考えたのがその当時なんですよねでそっから2001年に UCLA 大学で実は脂肪,脂肪細胞の中に肝細胞っていうねあの、まあ、非常に貴重な細胞が大量に含まれてるっていことが発表されてあむっちゃこれ何 星金山だなと思って <laughs> 脂肪を捨てる脂肪がこれむっちゃ宝の山だなと思ってそれからなんかその肝細胞いろいろ研究するようになったんですよねでそれからあの肝細胞でまあもちろんもともと美容外科やってたんで取った脂肪をですねあの女性とかで年齢いくと頬が焦げたりとかこめかみが焦げたりとかね目の上がくぼんだりとかするんですよそこに脂肪を注入するっていうあの手術があるんだけど注入したらも,もちろんその固形取れるんだけどなんかあの肌がツヤツヤしてきてるんですよね 注入した後にでこれなんか脂肪には力があるなっていうのはうすうす気づいてたんだけどその UCLA 大学の発表であの革新に変わったんですよこれ細胞自体を若返らしてるっていうそれからのそれがあの最初の研究の始まりなんですよねそしたらその幹細胞そのものというよりは、うん、その幹細胞がまあ最初はねこう幹細胞が分化して あの、新しい細胞、脂肪細胞とか、いろんな、なんか、細胞を作っていってんのかなって思ってたら、意外とそうでもなくて、幹細胞そのものが出してるエクソソームっていう物質が、周りの細胞に、その、刺激を与えて、活性化させて、例えば細胞分裂を促したりとか、まあ、そういったことをしてるんじゃないかという、 研究が進んできたんですね2012年に山中教授って、京都大学の教授が iPS って有名ですけど、iPS 細胞っていうのを発表して、あれも幹細胞なんですよね。でもあれはもともと体にある幹細胞じゃなくて、人工的に作り出した、もう普通分化しちゃうと元に戻らないんだけど、皮膚の細胞からそれを遺伝子をちょっと組み替えて、がん遺伝子を入れて、ですね幹細胞に戻すっていう技術を発,あの発明して、それ発表してで、それで再生医療法っていう法律ができて、みんなあの国もね、 国家を挙げてその再生医療を進めようって思ったんだけどその時のコンセプトがその iPS 細胞から肝臓とか心臓とか関節とかの組織作って移植するっていう方向でやられたんだけどことごとく失敗して今これあれから10年ぐらい経ってるけど全然実用化してないんです、ね、まあなんか網膜の,、うん、一部の上皮みたいな、はい、本当あと心筋の細胞とか,神経シートとかねそうですねあのあ<る>立体化するのが難しいんですよね。うん 立体化が難しくて、まあみんななんか 3D プリンター使おうとか,か、とか、うん、なんか豚のあの臓器を土台にして作ろうかとか、うん、みんなやってるけど、どこも実用化してなくて、うん、そ,そのシート状のもので、しかも例えば網膜のその細胞とかじゃなく、うん、その細胞のコーティングしてるような細胞。 でまあ、割と単純で、シート状のものだったら、なんとか作れるかなぐらいには来たけれども、やっとそれも実用化したくらいですよねそうですね。で、それが作るのに、1治療1500万とか <laughs>、とんでもない金額で、そんな保険主催したら、国も <laughs> 破綻しちゃいますんで、まあ、実用的じゃないっていうのと、実際にそういうふうに、ティッシュエンジニアリングって言うんですけど、組織作って入れるっていう方法が、結局、しばらくそこに組織いて、心臓に入れると、ピクピク動いてるんですけど、そのシートが。 3ヶ月ぐらいすると脱落するんですよ。でもなんとなく組織が再生してきてるって。で、これ何かっていうと、実は組織がそこで定着して移植されたんじゃなくて、そこから出す、今お話しあったように、幹細胞を出すエクソソームみたいな物質が組織の再生のシグナルになってるってことが分かってきたんですよ。それでもうそもそもそんなティッシュエンジニアにングで組織作るより、幹細胞から出る、まあ、幹細胞そのものを使うとか、幹細胞から出るエクソソームを治療に使ってあげると効率的じゃないかっていうところで、 このエクソソームの世界がすごい広がってきたんですよね。まあ、エクソソームって、だから、まあ、簡単に言うと、その、まあ、ウイルスに結構近いです。で、ウイルスだと、まあ、メッセンジャー RNA っぽい、まあ、RNA、まあ、割とこう、塩基対って言って、例えば、あの、新型コロナウイルスとかだともう、4000とか5000とか、まあ、超えるぐらいの塩基対の、 RNA が入ってるんですけど、脂質二重膜っていう、まあ、人間の細胞と同じ膜の構造、まあ、動物の細胞はみんなこの脂質二重膜っての囲まれてるんですけど、それに囲まれて中に、まあ、逆転者酵素とか、まあ酵、酵素ですね、その、酵素と RNA が入ってるっていの大体ウイルスの基本的な構造なんですけど、エクソソームも、 似たような感じで、もうちょっとちっちゃいんですけど、その脂質に重膜に囲まれていて、中にマイクロ RNA っていう、もっと短い、塩基対で言うとう40、まあ数十塩基対とか、それぐらいのものが入ってて、これも面白くて、人ゲノム全解析って2000年代に実現して、人のゲノムは全部解析されたんですよ。なんだけど、ほとんどがジャンクって言って、な、な、何に使われてるの 何にも使われてないどこの遺伝子にもなってないみたいなものだったんでみんな結構びっくりして何なんだこれってなったんですけど後から分かってきたことはジャンクだと思われてたところがその中途半端な RNA みたいなものをバンバン作っていてでそいつが例えば SIRNA とかいろんなあのいろんなのも RNA いっぱい種類あるんですけど例えば SIRNA っていうのはそのカッターとして あの、働く RNA なんですけど、例えばメッセンジャー RNA をカットしたりとか、いろんなカットをしてるんですよね。で、例えばそういうものが、あの、いろんなことに実は関与してるってことが分かって、これってめちゃくちゃ真羅万象の大変な世界じゃないかと。そ,のそれがしかも相互に作用してるんで、ジャンク全部解析しないと、これ人間の体の中で何が起こってるのか分かんねえってなって、 まあ結構お手上げな世界でそれをミクロに解析してのも結局わかんなくてとりあえず現象として若い子の RNA を取り出しあの,あのエクソソームを取り出して入れると何となく若返りますねみたいな感じになってますよね今ねあの前回この本あの取材してもらった時からまたすごい進歩してて実はエクソソームのことももっと今進歩してるんですけどあの あの例えば脂肪吸引でやる若い女性の脂肪をから取ったエクソソームっていうのはやっぱり若いエクソームなんでそれをお年寄りに入れると若返るんですよ細胞が。でそこまではまあ分かってたんですねエクソーム最初に使うときにそういうエクソーム若い人から健康な若い人の,あの脂肪をもらってそれを培養して出てくるエクソームを、まあ、治療とかに使うっていう。 ただあの、そこ、なんとなくそれは何が効いてるか分からないという世界だったんですけど、最近、ターゲットがだ,いぶだんだん分かってきたんですね。その中に入っているマイクロ RNA だったり、で一番最,最新の知見は、実はあのエクソソームが、まあ、体にマクロファージっていう免疫細胞があるんだけど、マクロファージ,のマクロファージってあの炎症を起こすマクロファージと炎症を抑えるマクロファージがあるんですけど、このエクソソームが炎症を抑えるマクロファージに変えるっていう働きがあるってことが分かってきたんですね。 で、ほとんど肌とかの老化って、その M1 マクロファージュで言うんですけど、炎症を起こす肌、あの慢性の炎症がずっと起きてるんですよ、肌を解析してみると。で、そのエクソソムを見れてあげると、それが M2 って言って、炎症を抑えるマクロファージュに、若い人と同じ状況になってくるんですよね。でそういうようなとことがターゲットが分かってきたんで、その M1 から M2 にするっていう特性を持ったエクソソムを今集めようとしてて、それをあの今セ、セルソースの方でも。 2> 第2弾として、そういう機能性のエクソソームっていうのを開発してるところなんですよ、ね、あれいつから出るんでしたっけ一応ね、6月ぐらいにスタートする予定だったんだけど、うん、だいぶだいろいろとやってて、遅れてて、にまた2か月遅れててとか、倍養やってるんであ<ー>あの、ターゲットのものが品質がもう本当にいいものでリ,リプレイスしなきゃいけなくて、でエクソソームってみ皆さんあの、例えば幹細胞で出るエクソソームって全部同じものだと思ってるじゃないですか、でもあれって研究すると、同じ幹細胞でも、あの エクソソームが培養の仕方とか環境で出てくるエクソーム違うんですよ。だってあれシグナルなんで、信号が青とか赤とか黄色とかいろんなやつ出すんですよ。でもみんなよくわからずにエクソソームって言って、全部混ぜてなんか考えてるんだけど、その中に青信号のエクソソームだけ集めてやらないと、老化抑えてるつもりがかえって進めてるってこともあるんですよね。だから、まあもちろんお年寄りのエクソソーム取って帰って、若い人に入れたら老化進んじゃいますんで炎症を起こして。なんで、若い人のやつがまずいいっていうことは最初から分かってたんだけど、 それもまた面白くて、その一人、同じ人の幹細胞も実は、むっちゃあの同じ細胞じゃなくて、むっちゃ働くやつと働かないやついですよ。さっきの教会,教会医療の <laughs> 知能の話じゃないけど、2万人に1人、2万人に1人、二万個の,エクソソあの幹細胞の中の1つ、むっちゃスーパー幹細胞いて、これって倍加速度っていうんだけど、培養すると分裂するスピードが普通のやつよりも2倍とか、すごい早いんですよ。2日間で2倍ってなってるのが、1日で2倍になるとか。 でこういう肝細胞って超,超若いんで、この肝細胞だけを集めて、そこから出るエクソソームってのを抽出すると、むっちゃさっき言った、M2 っていうマクロファージに働きかけるようなかあのエクソソームが取れるってことが分かったんですよ。ここまではまもうほとんど、あのまだみんな知らない話で、<laughs> あのここれ詳しい話って、ちょっとピンとこないのかもしれないですけど、つまりエクソソームだったらいいですって、なんか化粧品にエクソソーム入ってますって言ったら何でもいいわけじゃなくて、 本当に青信号を出してるやつじゃないとよくないよっていう話なんですよね。そういうことがだんだん分かってきたんですよ、最近。うん、なので、それもすぐに点滴させていただきますんで。点滴ね、あのずっとだっても僕も3年ぐらいやってますか ?2、三年ぐらい二、うん、年ぐらいですかね。僕もずっとやってますけど。めっちゃ高いですけどね。はい、でももそれもなんか今度 もう半分ぐらいになるんですかその大量に作れるようになってっ、えー、でなおかつその医療機関で採用されるところがすごい増えたからコストすごい落ちたんです、うん、またああすごい今まで一個一個ねあの少量ずつ作ってたんですごいコストかかってたんですけど結構もう大量生産できるようになってきたんで多分えー、っとまあ半額ぐらいにはこれからなってくると思いますねす今年中にはじゃあそうですねそしたら月45万とかでできるようになるかもしれないですね <laughs>、うん そ,うですね、それはやっといた方がいいですね、うん、すごいっすよねそんなことを10年前とか考えられなかったですよ考えられなかったですね,ね、うん、そういうのも急速にだからどんどん進歩して、うん、半年あのアップデートしてもらうまで情報がむっちゃ溜まってるんですよ <laughs> <laughs> この間の取材から <laughs> かいやだからそう本当に一進月歩の世界なんで、うん、さっきの,あの人工島民の話も、うん 2年ぶりぐらいに会ったら、いやもうなんかペプチドは見つかりましたみたいなこと言ってて、ね、マジっすかみたいな。うん、ペプチドが多分、アミノ酸1000個ぐらいのペプチドだったんで、うん、半分以下。500切るとブ,ラブレインブラッドバリアを超えられるんで、点滴できますみたいな。うん、あと、活性を上げる。うんうん、形をチューニングして形あの、活性を上げるってことをやると、 あの使えるるようになる、うん、そうすると最終的に、まあ、その後今度は薬を作るプロセスに入るんで、うん、それはすごい時間かかるんですけどいやだからもう本当に日進月歩で進んでますよね、うん、そのペプチドも、うん、あの要するにタンパク質なんであのマイクロアレネというかメッセンジャーア n a に作らせれば細胞が作ってくれるんですよね、うん、でそれを運ぶのがエクソ,ソームなんですよだからエクソームって実は キャリアとしてもね DDS のキャリアとしても考えられてて、<ー>そこにその特定の,その例えばそういうペプチド、冬眠のペプチドを作るようなあのマイクロ RNA なり、メッセンジャー RNA を組み込んであげると、その血中を回って細胞にシグナルが届いて、そこからタンパク質を作らせるという、標的なんですね、<ー>こういう DDS っていう働きも今後出てくるんですね、<ー>今は単純にいい細胞から取ったいいエクストームは枠代りにいいよっていう文脈でやってるんだけど、これナチュラルなあのエクストームですよね。 これは今度ここをいい、ねうん、乗せて運ばせる。なんでかというとあの、マイクロ RNA とかって血中に入れるとすごい壊れやすいんですね。なんでウイルスも、それからコロナワクチンも全部脂質二重膜に入ってるんですけど、エクソソームも脂質二重膜に入ったマイクロ RNA のシグナルなんですよね。え、ね、ほら、うん、それであの、メッセージ RNA ワクチンができたことの、まあ、一つは大きくはそういう,こうワクチンを人工的に大量生産できるようになりました。 しかもそれの物流網までできました。全世界何十億人に届くインフラができたわけですよ。これが実はすごい画期的なことで、まあ、原理的に言うとどんな薬でも作れちゃうわけですよ。だから多分来年ぐらいからワクチンもコロナだけじゃなくて、新型コロナだけじゃなくて、まあ旧型コロナだったりとか、インフルエンザだったりとか、RS ウイルスとか、いろんなものの混合ワクチンになると思います。 多分、4種混合ワクチンとか、そういうものが人工的に、要は何億人分、何十億人分って作れるようになったんですよ。これ、すごい画期的なことですよね。ただ、なんかね、そう、この間また別の取材、この本も作った後にまた取材をして、この人は DNA を、その工業的に生産できる技術を開発していて、 それもいくつかの遺伝子入れるとできるよう、あ遺伝子というかい,いくつかの材料を入れると本当だったら生物の細胞内でしか起こらないようなその合成 DNA の合成を自由に作れるようになったっていう今ってあの DNA プリンターみたいなのあってその短いやつは作れるんですけど生命体が持ってるようなめちゃくちゃ長いあの遺伝子 DNA って作れないんですよそ,そのシステムだと。 だけど、それは本当に大腸菌とかに今作らせてるものが作れるようになったんで、例えば、新型コロナワクチンだったら4000円きついぐらいあるんですけど、その4000円きついぐらいの行動を、そのシステムにでやると、大腸菌じゃなくて、普通にその試験管の中で作れる。ってなると、これ、大腸菌って今作ってるんですよ、今は。新型コロナのワクチンのそういうものって。 だけど、大腸菌に作らせると、大腸菌って毒性持ってるんで、その毒を除去したりとかするプロセスが結構大変で、コストと時間かかってたんですけど、まあ、結局その会社モデルナに買収されちゃったんですけど、日本人の会社ですよ。なんですけど、モデルナに買収されちゃったんですけど、だからモデルナはそれ多分取り込んで、そういうものを作るようになるんですけど、まあ何が言いたいかって言って、そういうテクノロジーが日清月歩で、 工業的に大量生産できるような仕組みとかロジスティックスが作,れら作られるようになってきてるからその、まあ、人工的に例えば今脂肪、ね、細胞から取ってるやつを人工的に作れれるかもしれないですよねそれもできるでしょうねそれこそ人工的に作った iPS からのエクストームとかってもあるんですけど、うん、ただまあそのいい信号を取ってこないといけないんでそうですよね <laughs> iPS ってが,がんの遺伝子も組み込まれてるんでそういうものが出てきちゃうと 逆に悪さしちゃう可能性もあるんであのエクソソーム以外にも多分そういう若返りというか、うん、若さの維持っていうんですかね、うん、その正確に言うと若さを維持してるシ,システムがどんどんバグってきて、うん、老化が進むというふうに考えられてるわけじゃないですかうん、うん、だから他にも多分そのさっきの M1 を M2 に変える、うん、みたいなあの仕組み以外にも、うん、多分老化が進んでる仕組みはいっぱいあるはずですよね。うん ざっくり、またすごい乱暴な実験をマウスで、マウスを、あの、年寄りマウスと若者マウスをくっつけて血流交換したら、その、年寄りが若返ったんですね。ってことはこれ人間くっつけて若い人間と年寄りくっつけたら、年寄りが若返るんですよ。おそらく。まあ倫理的にそんな実験はできないですけど、じゃあどうするかっていう研究も今進んでて、とりあえず若い子の血液作っちゃおうと。 で、血液いっぱいあるとこってどこですかって言ったら、肝臓なんですよね。だから、肝臓の細胞を赤ちゃん肝臓の細胞を今作ってる人たちがいますね。うんうん、で、それすりつぶして点滴したら、若かんんじゃないのみたいな。で、それ ES 細胞とか、まあ、IPS からも作れますけど。うん、で、さっきも言いましたけど、ティッシュエンジニアリングの世界なんで、組織を こう立体的に作ろうとするのは難しいんですけど、うん、そぐちゃぐちゃした状態だったら作れるわけですよ、うん、今の技術でもそうすると割と僕近いと思うんですよねそういう、うん、そうですね、まあ、若い細胞って意味でいうと細大とかはねあれゼロ歳なんで、はい、細大の今エクソソームっていうのもね開発,の開発今研究してるんですけどええー、そうなんですか <laughs>、まあ、脂肪も若いまあ二十歳ぐらいの若い健康な女性のやつを使って作るんですけど、はい、もっと 若いそういう意味でいうと、最大血とか、今の肝臓とかで言うけど肝臓をもらうのって難しいじゃないですか、ゼロ歳の <laughs>。普通 <laughs> だけど、最大血とまあまあ、それはまあ再生医療で作るんですけどね。ただ、その最大とかって、普通に出産とかで破棄される、それこそ医療廃棄物なんで、そこをあのさ活用して、あれも最大面白くて、母親側と赤ちゃん側あるじゃないですか、赤ちゃん側の方じゃないとダメなんですよ。トンジェリーって言うんですけど 赤ちゃん側のところって0歳なんで、こっちは母親の年齢なんで、細胞がですね、だからそっち側を取って、そっからの,あのエクソソームを抽出するとかっていうのは次の,次のステップとして今研究してます、ね。えー、それ点滴できるようになったりするんですか <laughs> できますやばいっす、ね。だから血液交換しなくても、そうやって若い若いあのエクソソームを作用させてあげれば若返りっていうのを実現できるんで、結構そんな遠い話じゃないんですよね。まあ、今年から来年ぐらいにはできるかなと思いすやばいって、ね。<laughs> まどうですか結構最大血っての中の成分って増殖っていうか最大血も割と、まあ、それぞれの細胞のプロファイルがあってよしよしあるんだけど最大血も割と抗炎症作用とかっていうアンチエイジングに効くあのエクスホームを出すんですね。 脂肪もいいんですけど脂肪も今あの脂肪の細胞の中でのいいやつを選んで、はい、2>, 2万個に1個のスーパー細胞から作らせるとむっちゃいいのができるんですよそこまで分かってるんですけど、うん、再大決も多分そういういいのがいるはずなんで、うん、それ見つけてやるともっとゼロ歳のそういうものを使えるようになるっていうね、はい、やばいっすねより効果が出ると思うめちゃくちゃねえ <laughs> 金額も安くなるわけでしょ大量にみんなが使うようになるとあの大量生産できて安くなるんで、うん、やっぱあれですね10歳どころじゃなかったですねここのこれ聞きに来たら若返るって10歳どころじゃないですねでそうですねであの健康寿命と寿命があるじゃないですか本来の寿命あれの差が男性で9歳女性で12歳あるって言われてるんであの僕らの目標としてはこの9歳をできるだけ 健康な状態で死んでもらうっていうかね、うん、ギリギリまで。は,はいはい。それがすごい重要かなと思ってて。<ー>アンチエイジングでまあ、年を100歳、200歳にするみたいなイメージあるかもしれんけど、まあ、多少それ100が120になるかもしれないけど、一番の、あのー、効果って、元気な状態で最後まで生きれるっていうことだと思うんですよね。介護が必要ない状態ね。そういうことがなんか実現できるんじゃないかなと思ってますけどね。いやー、楽しみですね。<laughs> はい。先生の会社のね。はい、セルソース。セルソースの。

堀江高文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しておりますえ。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、えメールマガジン入ってみてください。月額880円、いっとろちょい。さあ、津田アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声え、聞き放題、そして動画も見放題、ということで、いっとろょ